ごついな、これ。この間ほら、東京モーターショーのパレード行ったんやんか。あのね、皇居から銀座、日本橋、全面通行のね、年代の車バイク、70代で走ったんよ。で、なんか知らんの招待されてさ。アルファ静かとかいっぱい走ってトヨタの社長とか松田の社長とか芸能人のバイク好きみたいな。あのね、トヨタの社長、松田の社長、リスドの社長とか全部ね、この間、東京モーターショー60周年記念のパレード初めてやっちゃった。でこれが僕の後ろやって、ずっとのカメラ後ろセットしとったんや。これしか映ってないんで、まあ、幅広いからさ。あのね、名神でね、一回、神戸でなんかこういうやつで、GGR かな、1400のエンジン積んで、どうでかい、あれ、名神で2台走っててね、えらい音鳴るなと思って、結構うるさいな、でかい方で、これよりまだ長いんだ、長いもんな、あれ、長いみたいですな、あれ。結構メンバー来てるやろ。え、結構メンバー来てるやろ。来てね、5、60人来てる。もっと来るよ、最高80人か。何が日上で最初来たの。これ、会社の友達のあれ、なんか一個見てんねんけどね、動画よ。あ、そうなんや、YouTube。なんで来てくれたんだろうな。手を半身からやろ。こそっとやってるもん、俺に。嫌われてるみたいな。いやいや、告知もせえへんしね。年に1回のことや。そうそう、年に1回。ハッピーも流行りも。しょっちゅうやってるよ。そうそう。もう10何年やってるし。俺の時なんだ、あれ買おうかな。俺4年目。そうそうそう。いつもマクシコ。あれ買おうかな。マクシコか。だってここスペースあるしさ。集合写真撮るのもいいし。あ、うん。パックがいいから。大久保さん、紹介しとくわ。うちのね、常連さんで、一人ツーリングというクラブやったやん。ここの上にかかりました。ここのリーダー。あ、そうなんですか。このイベントのここから向こうのリーダーで、マスターちゃん、二人リーダーやん。あ、そうなん。もともと彼のイベントに俺が乗り込んで、いろいろね、やって。もう17年ずっとここで。去年だけちょっとここにね、そこ